ブルボン・ボパール家は、インドに居住する、ブルボン家の後営を称する氏族。ムガル帝国のアクバル皇帝の宮廷に亡命した、フランスの貴族であるクレルモン・アンボーベーの伯爵である、ジャン・フィリップ・ド・ブルボンの子孫であると主張する。この一族は、ブルボン家の正当な、相続人であると主張し、この家は、バーボン・ボパールとも呼ばれる。インド中央部のボパール氏に由来する名前であり、 最後の数世代が居住し、ボーパール藩王国では、かなり裕福な一族であったという。また、ボーパールの裁判所にも勤務した。ルッスレの著書に描かれたエリザベス・ド・ブルボンの、肖像先祖のバルタザール一世インドのボーパールには、フランス王国から16世紀中頃に決闘によって、親戚を殺してしまい、ムガル帝国に渡り、アクバル大帝に仕えたという。 ジャン・フィリップ・ド・ブルボンなる人物の光栄を称するブルボン家が存在していることは当主が正当なブルボン家の後継者であると主張したことで著名である。ボーパール藩王国では最も富裕な一門の一つでもあったという。その一族のバルタザール・ブルボンシャサドをマシなる人物はボーパール藩王国の最小を務めるほどであった。1882年にルイルス・スレが表した彼の旅行記にも その、ブルボン家なる一族の存在が書かれている。伝承によると、クレルモン・ハク・ジャン・フィリップなる、フランス王族の子孫だという。ジャン・フィリップの子孫である、サルバトール2世は、ボーパール藩王国ナワーブのムハンマド・ハーンから、徴用され、その子のバルタザール1世とその孫のセバスティアンは、最初に認じられ、インド中部のボーパールにおいては、名が知られた一族だった。現在の当主は、 その十数代後のバルタザール・ナポレオン四世ド・ブルボン。インド独立の頃までは貴族特権を有していた。1958年7月29日生まれ、ボパールの弁護士で3人の子供の父親である。また、1580年に会場で行方不明となったジャン・フィリップ・ド・ブルボン・ブッセという人物もブルボン・ボパール家の一員であるとの考え方も存在する。 また、ギリシャに居住しているミシェルは、ブルボン家の隠れた息子シャルル三世の子孫であると、個人的に確信しているにもかかわらず、これらの仮説は未だに確認されていない。インドの情報筋によると、1550年代には、ブルボン家のものであることを宣言した、フランス人のジャンド・ブルボンという人物が、アクバル皇帝の宮廷に姿を現したという。彼は1541年に、 シチリア島を離れて、フランスに戻った後、海賊に捕らえられて、エジプトに連れて行かれたことを語っている。彼は、その後、スルタンに仕え、彼を高い地位に昇格させた。アビシニアで捕虜となり、アビシニア商船に乗って、マラバルの海岸に到達した、と語った。彼の本当の家柄が何であれ、彼はすぐに、ムガル帝国の司令官になり、アグラでの彼の人生を得た。 そのうちのいくつかの遺体は、当時は、インド北部で、唯一のキリスト教の埋葬地であったアグラ墓地に埋葬された。ジャン・ド・ブルボンの子孫が、今日まで続いている。中でも特に著名な人物は、ボッパールの総司令官であった、サルバドール三世と、ボッパールの大臣であり、摂政であった、バルタザール一世である。現在の家族、現在の課長はバルタザール四世と、ブルボン。 2007年には、ミシェル・ド・グレースが、小説、レ・ラ・ジャー・デ・バーボンにおいて、主題として取り上げている。ド・グレースはこの本の中で、ボーパールのブルボン家の先祖は、フランス王、アンリ・4世の老いだとし、証拠はないが、そう信じていると述べている。現当主、バルタザール・4世ド・ブルボンは1971年に、貴族法の廃止に伴い、彼らは、 インド貴族としての称号と特権を喪失した。彼は、エリシャ・パチェコと結婚し、フレデリック、ミシェル、エイドリアンの二男一女を設けた。現在のところ、長男、フレデリックが法廷推定相続人である。フランス総領事や中院フランス特命全権大使の訪問を受けたこともあり、スペイン国王フランカルロス一世も会見を望んだ。 ブルボンボーパール家の公式サイトによれば、ブルボン公シャルル3世とブルボン女公、シュザンヌの子としていた。バーボンボーパールウェイバックマシン AB、フランスフォーベタータイズウィズ MP、マンチェスターイブニングニュース、https、www. マンチェスターバニングニズ、COUK、ニュース、ローカル、ニュース、ザネクストキングオブフランスワニインディアンマイナス99208。 アンプ二千十九年四月二十日閲覧。ABC シャーリア、M カーン、ザ・ビガムズ・オブ・ボーパール、A ヒストリー・オブ・ザ・プリンスリー・ステート・オブ・ボパール、アイビー・タウリス、P－ 六十二、ISBN 九百七十八から十八億六千六十四万五千二百八十。ギリシャの旧王族で、母は、ブルボン・オールレアン家の出身。アンジェリック・クリスフィス、ファウンド・イン・インディア、ザ・ラスト・キング・オブ・フランス。 ザ・ガーディアン、2020年2月5日閲覧。ありがとうございます。